世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りする動画は、山国に移り住んだ雨族、安住一族についてです。かつて九州北部に存在し、全国へ散っていった安住一族。現在でも地名などにその名残を見て取ることができます。今回はそんな謎の多い安住一族について、長野県の安住野にスポットを当て、どのような経緯で全国へ広がったのかを紹介していきます。ぜひ最後までご覧になってください。それではどうぞ。長野県中部、四方山に囲まれた土地である安住野。そんな山国である安住野には、なぜか海に関わる風習が残っています。例えばお船祭りという祭りでは、船の形をした山車が町内を巡ったり、また冠婚葬祭やお祭りなどの日には、なぜかエゴノリという海藻で作られたエゴというものを食べる食文化が昔から伝わっています。なぜ海のない長野県なのにこうした海に関する風習が残っているのか、その謎を解くキーワードとなるのが安住一族です。その昔、九州の北部を拠点とした氏族が安住氏でした。安住氏とも書きますが、この氏族は突如として故郷を捨て全国に散らばっていきました。その一つが最初に触れた信州だったんです。もともとは海洋豪族の雨族だった安住一族。果たして彼らはなぜ故郷を捨てることになってしまったのでしょうか。ここから安住一族の歴史を紹介していきましょう。先ほど九州北部の雨族だったと言いましたが、同じく雨族にはその他に宗像氏、天犬飼氏、天部氏といった氏族も存在していました。その中で安住に関しては、天積という言葉が転化したものだとされています。天はそのまま、積は炭を表すので、安住とは海に住む人を指しているともされているんです。その名が表す通り、彼らは現在の福岡市東部にあたる筑前の国安住郷が発祥とされ、漁業や海上の輸送といった海に関する仕事をしていました。それに加え、灌漑技術も持ち合わせていたので、優れた稲作技術を持っていたといいます。さらに、古くから中国や朝鮮半島とも交易などを通じた、那国の王族であったという説も。しかし、この安住一族のルーツはというと、いつ、どこからやってきたのか謎が多く残ります。古代の九州北部には、中国系やツングス系、越人系といった民族が入り混じって存在したとされ、これらの人々が混血して誕生した一族の一つではないかと考えられているんです。こうして生まれた安住一族でしたが、6世紀の初頭から中頃にかけて全国に散らばっていったとされています。その理由の一つとして考えられるのが、当時の部族間争いでした。527年には大和王権軍とつくしの君岩井の争い、岩井の乱が起こりましたが、安住一族は敗者側の岩井の味方でした。そのためこの争いの後、本拠地を失い、新たな土地を求めて全国をさまようことになったのではないかと考えられているんです。こうして全国に散っていった安住一族ですが、彼らが移住先として選んだ地には、初めに触れた安住野を含め、現在も安住が転化した地名として残っています。この中でも滋賀県は、県の名前自体が安住一族の本拠地だった鹿の島から取ったとされ、県内には至る所に安住一族の痕跡が残っています。また、今回は安住野を例に挙げていきますが、この地へは太平洋側から入ったとする説と、日本海側から入ったという説が存在しています。太平洋側のルートは、名古屋から浜松を経て、天竜川を遡り、信州に入ったというもの。そして日本海側ルートは、糸魚川から姫川を遡って信州に入ったというもの。こちらの日本海側ルートは、海洋族として交易に必要な翡翠を求めて、産地である糸魚川から姫川を遡ったのではと考えられているんです。さて、九州からはるばる信州の奥深くを定住地とした安住一族ですが、雨族だった彼らが
なぜ海のない山国に定住したのか。それは先ほど触れた彼らの得意分野であった稲作が関係していたのかもしれません。安曇野の平野部は米どころとしても有名な通り、稲作に適した条件を持つ土地でした。内陸性気候のために日照時間も長く、昼夜の大きな寒暖差は稲の光合成を促進させて旨味の詰まった米ができます。またこの地域は雨が少なく冷涼な気候のため、病害虫の発生が少なく、北アルプスを水源とした澄んだ水が流れ、干ばつの心配もありません。こうした稲作に適した土地に稲作が得意だった安曇地族が定住したというのは自然な流れだったと言えるのではないでしょうか。また当時この土地は河川の氾濫のために先住民がいなかったといい、外敵もなく安心して暮らすには適していたのでしょう。また神社という点から見ても信州と海のつながりを見て取れます。安曇野市にある穂高神社の主祭神は穂高美濃命、その父親が大渡摘の神なのですが、この大渡摘は先ほど触れた安曇一族の本拠地とされた鹿の島の鹿海神社の主祭神とされているんです。一説には渡摘は日本古来の神ではなく、渡摘と呼ばれる海洋民族だったともされています。そして鹿の島は金印が見つかった場所。漢の和の名の国王の5つの文字は、漢の皇帝が和の名の国王に与えた印ですが、渡摘の和田が海、津が野、美が神で、海の神からも分かる通り、この海洋民族の王イコール神としていたことが伺えます。こういったことからも山国の信州と海の国だった九州北部のつながりを見て取れるのではないでしょうか。最初に安曇野穂高神社で毎年9月に行われるお船祭りというものを紹介しましたが、このお祭りは安曇野の人たちが雨族だった祖先に対して感謝と慰霊の気持ちを込め、自分たちがその末裔であることを思い行われているんです。いかがでしたでしょうか。山国に移り住んだ雨族、安曇一族について紹介しました。今回の動画で安曇一族が全国各地に移り住んだと言いましたが、本編で紹介していない私が住んでいる山梨県にもそんな場所があります。そこは安曇という場所なのですが、徐福伝説も残り、かつては富士王朝があったのではないかとされる場所。まだ詳しく調べたわけではありませんが、ここにもつながりがあるのではないかと考えています。また進展があれば動画にできればと。もし皆さんのお住まいの近くにもこうした場所がありましたら、ぜひコメントにて教えてください。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。